トゥーロンは、フランス南東部に位置する地中海に面する都市、バール県の県庁所在地である、トゥロンやツーロンと表記されることもある。地中海のトゥーロン湾に臨み、王政の時代から現代に至るまで、フランス海軍の基地が置かれている軍港であり、現在フランス第一の軍港、及び海軍交渉、地中海艦隊の司令部がある。工業、商業、漁業の中心地でもあり、 造船、科学、繊維、機械、食品加工、兵器などの産業が発達している。港の東の部分は商工とヨットハーバーとなっており、コルシカ島やサルデーニャ島への連絡船が発着している。ビクトル融合作、レ・ミゼラブルでは、主人公のジャンバルジャンがトゥーロン刑務所に入っていたことになっており、ここを出所することから彼の波乱に満ちた人生の幕が開ける。 古代ローマ時代にはテロマルティウスと呼ばれる小さな集落であった。ブルボン朝のアンリ4世とルイ14世によって海軍基地として要塞化され、スペイン継承戦争中の1707年にはイギリスとオランダの連合艦隊の攻撃を受けたが持ちこたえている。フランス革命中の1793年に革命に反対する王党派が町の支配を イギリス・スペイン海軍に委ねたものの、共和派の軍隊に包囲され、陥落した。この戦闘でナポレオンは、砲兵士官として活躍し、一役なお知られるようになった。第二次世界大戦中の1942年、ドイツ軍に奪われるのを阻止するため、ビシーフランス軍は港に停泊中の多数の軍艦を、自沈させた。この戦争で、町は徹底的に破壊されたが、 1944年に連合国軍によって解放された。ありがとうございます。